皆さん、こんにちは。みおです。皆さんの天気はどうですか？今年のミャンマー冬はとても寒いです。だから気をつけてください。私たちと日本語を勉強してください。私たちと勉強したら、あなたの日本語を上手になります。日本人は日本語を話しから日本語を聞いてリスニングを上手だと思います。だから私たちと一緒に勉強しましょう。私たちと勉強しましょう。日本語を毎日勉強して日本語を頑張りましょう。じゃあ、レッスンを始めましょうか。私は英語です。日本語は日本人です。漢字は N3 レベルと N2 レベルも、N2 レベルも入っているので、知らない漢字をあなたの辞書で探してみてください。それからあなたの日本語を上手になります。じゃあ、レッスンを始めましょう。You need to eat a lot. あなたはたくさん食べることが必要です。あなたはたくさん食べることが必要です。You need to speak Japanese in Japan. 日本では日本語を話す必要があります。日本では日本語を話す必要があります。We need to keep clean. 私たちは清潔を保つ必要があります。私たちは清潔を保つ必要があります。Mucha in Japanese is mucha in Spanish. 日本語のむっちゃはスペイン語でむっちゃ。日本語のむっちゃはスペイン語でむっちゃ。You don't have to help me. 助けてくれなくてもいいです。助けてくれなくてもいいです。Shoes are under the bed. 靴はベッドの下にあります。靴はベッドの下にあります。The children swam to the other side of the river. 子供たちは川の向こう側に泳ぎました。子供たちは川の向こう側に泳ぎました。My younger brother took the pen off of his bed. 弟は彼のカバンからペンを取り出しました。弟は彼のカバンからペンを取り出しました。We meet at that station. 私たちはその駅で会います。私たちはその駅で会います。Please call a cab for me. タクシーを呼んでください。タクシーを呼んでください。Please give me a plate and a cup. 皿とコップをください。皿とコップをください。Will you take me a bowl and a plate? 茶碗とお皿を取ってくれますか？茶碗とお皿を取ってくれますか？Please come in.
どうぞ入ってください。どうぞ入ってください。Please come in from the back door today. 今日は裏口から入ってきてください。今日は裏口から入ってきてください。I studied well until now. 今までよく勉強しました。今までよく勉強しました。I studied hard for 2 years. 2年間よく勉強しました。2年間よく勉強しました。Please open the door. ドアを開けてください。ドアを開けてください。Can you open this door? この扉を開けてもらえますか？この扉を開けてもらえますか？ I will help you with the money. 手伝うからお金をちょうだい。手伝うからお金をちょうだい。Raise 5 yen when you unplug a single gray hair. 白髪一本抜いたら5円あげます。白髪一本抜いたら5円あげます。白髪 can be red 白髪白髪。I have been studying Indonesian for 2 years. インドネシア語を2年間勉強しています。インドネシア語を2年間勉強しています。I still can speak Indonesian after 5 years. インドネシア語は5年経ってもまだ話せません。インドネシア語は5年経ってもまだ話せません。If you go, I won't go. あなたが行くなら私は行きません。あなたが行くなら私は行きません。 I live with my parents. 私は両親と住んでいます。私は両親と住んでいます。My sister and I live in Jakarta. 私と姉はジャカルタに住んでいます。私と姉はジャカルタに住んでいます。China has a population of just over 1.4 billion. 中国の人口は14億人強です。中国の人口は14億人強です。 India has a population of just under 1.4 billion. インドの人口は14億人弱です。インドの人口は14億人弱です。Many people in China are over 40 years old. 中国は40歳以上が多いです。中国は40歳以上が多いです。Many people under the age of 20 in India. インドは20歳未満が多いです。インドは20歳未満が多いです。China is rapidly becoming an aging society. 中国は急速に高齢化
社会になります。中国は急速に高齢化社会になります。In comparison, there are many young workers in India. 比べてインドは若い働き手が多いです。比べてインドは若い働き手が多いです。Economic development will accelerate in the future. 今後は経済発展が加速するでしょう。今後は経済発展が加速するでしょう。Will be the barrier of maintaining the world economy. 世界経済維持の担い手になります。世界経済維持の担い手になります。World economy needs Hindi. 世界経済はヒンディー語を必要とします。世界経済はヒンディー語を必要とします。Let's teach Hindi to people all over the world. ヒンディー語を世界の人に教えましょう。ヒンディー語を世界の人に教えましょう。Young people should study Hindi. 若い人はヒンディー語を勉強しましょう。若い人はヒンディー語を勉強しましょう。I'm also Ivory Fay. 私は高齢だから遠慮します。私は高齢だから遠慮します。The number of infant people in Japan is starting to increase. 日本の感染者は減り始めています。日本の感染者は減り始めています。About 50% of people will be vaccinated twice. 2回接種者は5割くらいになります。2回接種者は5割くらいになります。Each professor will soon be less than 300 people. 愛知県もすぐに300人以下になるでしょう。愛知県もすぐに300人以下になるでしょう。The coffee homeless in the park are getting tired too. 公園のホームレスコーヒーも飽きてきました。公園のホームレスコーヒーも飽きてきました。It's good because it's not as hard as it used to be. 最近は以前ほど暑くないからいいです。最近は以前ほど暑くないからいいです。Temperature checks will be carried out at the entrance of the venue.会場入り口にて検温を実施します。会場入り口にて検温を実施します。I want to acquire knowledge and skills. 知識や技術を身につけたい。
識や技術を身につけたい。Please answer the simple question. 簡単な質問に答えてください。簡単な質問に答えてください。Of course, please come anytime. もちろんです。いつでも来てください。もちろんです。いつでも来てください。Why is that so? It's the worst. なんでそうなんですか？最悪です。なんでそうなんですか？最悪です。I'm terrible. I'm sorry for him. ひどいですね。彼がかわいそうです。ひどいですね。彼がかわいそうです。From now on, there will be a class of three people. これからのレッスンは3人のクラスが出てきます。これからのレッスンは3人のクラスが出てきます。We will also use English teacher materials instead of Indonesian. インドネシア語でなく、英語の教材も使うようになります。インドネシア語でなく、英語の教材も使うようになります。I'm going to be unable to study Indonesian. インドネシア語の勉強ができなくなりそうです。インドネシア語の勉強ができなくなりそうです。Japanese does not use the subject very often. 日本語はあまり主語を使わない。日本語はあまり主語を使えない。We don't use often. We don't use I often. Groundbreaking Japanese practice method. 画期的な日本語練習方法。画期的な日本語練習方法。Such a thing does not exist. そんなものは存在しない。そんなものは存在しない。Don't be fooled by advertising. 宣伝に騙されないこと。宣伝に騙されないこと。Those who are deceived do not improve. 騙される人は上達しません。騙される人は上達しません。Just study hard. コツコツと努力するだけです。コツコツと努力するだけです。I can hear the living voice of the children. 子供たちのにぎやかな声が聞こえます。子供たちのにぎやかな声が聞こえます。The scenery of the elementary school is the same everywhere. 小学校の風景はどこでも同じです。小学校の風景はどこでも同じです。We went in the opposite direction. 私たちは反対方向に進んでました。私たちは反対方向に進んでました。I think it resembles the shape of a mountain in China. 中国の山の形に似てると思います。中国の
山の形に似てると思います。Tomorrow is the day of returning to Japan. 明日は帰国の日です。明日は帰国の日です。I'm going to eat. これから食事をします。これから食事をします。I have not eaten breakfast yet. まだ朝ごはんは食べてません。まだ朝ごはんは食べてません。I'm eating lunch now. 今は昼ごはんを食べているところです。今は昼ごはんを食べているところです。I ate watermelon yesterday. 昨日はスイカを食べました。昨日はスイカを食べました。I didn't eat anything this morning. 今朝は何も食べませんでした。今朝は何も食べませんでした。I want to eat the meat dishes for dinner. 晩ご飯は肉料理を食べたいです。晩ご飯は肉料理を食べたいです。I will brush my teeth after lunch. 昼ご飯の後も歯磨きします。昼ご飯の後も歯磨きします。夜食 is not good for your health. 夜食は健康にはよくありません。夜食は健康にはよくありません。The new management of the condominium management association. マンション管理組合の新しい運営。マンション管理組合の新しい運営。Would you like to review the management fee at the board of directors? 管理費を理事会で見直しませんか？管理費を理事会で見直しませんか？ TV commercial are being broadcast on the CBC series. CBC 系列にてテレビコマーシャル放送中。CBC 系列にてテレビコマーシャル放送中。Time burden the greater the mental burden. 時間的負担、精神的負担が大きい。時間的負担、精神的負担が大きい。The actual increase is burden is 0 yen, which does not change. 実質負担増は0円で変わりません。実質負担増は0円で変わりません。There is no charge until the results is obtained. 結果を出すまで料金はいただきません。結果を出すまで料金はいただきません。We promise to ensure the quality of service. サービスの品質の確保を約束します。サービスの品質の確保を約束します。Providing what to those who really need it. 本当に必要な人に仕事を提供します。本当に
必要な人に仕事を提供します。I get busy when I have many friends. 友達が多いと忙しくなります。友達が多いと忙しくなります。The girl has grown into a beautiful woman. 長女はきれいな女性に成長しました。長女はきれいな女性に成長しました。In Japanese, they are called 男の人 and 女の人。日本語では男の人、女の人と言います。We don't say 男 or 女。We say 男の人。女の人。God's love and man's love are different. 神の愛と人の愛は違います。神の愛と人の愛は違います。God waits patiently like a father. 神様は父のように気長に待ちます。神様は父のように気長に待ちます。I will be happy if I could speak Indonesian. インドネシア語が話せたら嬉しいです。インドネシア語が話せたら嬉しいです。That guy is a little crazy. 男の人は少し頭がおかしいです。あの男の人は少し頭がおかしいです。男の人。That's not an interesting story. それは興味深い話ではありません。それは興味深い話ではありません。That young man lives alone. 若い男の人は一人住まいです。若い男の人は一人住まいです。男の人。The woman started talking about the baby. 女の人は赤ちゃんの話を始めました。女の人は赤ちゃんの話を始めました。A man supports his family at war without the help of the country. 国の助けがなくても男は仕事で家族を支えます。国の助けがなくても男は仕事で家族を支えます。The American showed his passport. そのアメリカ人はパスポートを見せました。I like the beautiful nature of Nepal. 私はネパールの美しい自然が好きです。私はネパールの美しい自然が好きです。I had a lot of fun at school today. 今日、学校で楽しいことがありました。今日、学校で楽しいことがありました。He was asked by the king if he had a good idea. 彼は王様から良いアイデアはないかと質問されました。How happy I will be if I could disappear. 姿を見えなくできるならどんなに嬉しいだろう。姿を見えなくできるならどんなに嬉しいだろう。今日のレッスンはここで終わりです。わかりました。皆さん、今日の教材はどうですか？ミオは楽しかったです。皆さんも楽しかったと思います。ミオは今日の教材で簡単な漢字、難しい漢字も
勉強しました。言葉も勉強しました。だから、ぜひ見てください。勉強してください。あなたの日本語を上達しましょう。じゃあ、またね。ありがとうございます。